ゲット・ユア・ガイドは旅行に関するアクティビティ、現地ツアーのオンライン予約を扱うウェブサイト及びアプリ。ドイツ・ベルリンに本社をスイス・チューリッヒに技術センターを送げターグイド GMBH が運営し、ヨーロッパとアメリカ合衆国の都市を中心に世界170カ国以上の旅行者に利用されている。チューリッヒ工科大学の学生であったヨハネスレックは 学生会議のため2007年3月に北京を訪問した際に中国の都市で観光客としてガイドを受けることの困難に遭遇。翌年の北京オリンピックの際には友人のタオタオがアマチュアのガイドを招集したもののアマチュアの需要はなかったことからプロの現地ガイドと観光客を結びつけるプラットフォームを開発しビジネスに乗せることを発案。 ヨハネスとタオを含む4人のメンバーで2009年に中立費に適業した。資金源は当初親族からの援助のみであり、中立費の高額な賃貸量に耐えかね2012年に会社をベルリンに移したが、アジア市場を視野に入れたグローバル企業への脱皮を諦めず2013年1月、 アメリカのベンチャーキャピタルであるスパークキャピタルとハイランドキャピタルパートナーズから1400万ドルを調達したことからようやく事業が軌道に乗ったアメリカやイギリスの動向からモバイルへの投資が成功の鍵を握ると判断したヨハネスは同業のギドジーを4月に買収しそのスタッフをモバイルアプリの開発に当て同年11月にモバイルアプリをリリースした 2014年1月、ブッキングドットコム元 CEO のキース・クランや中国のキュナーから450万ドルを調達した。2015年11月、アメリカのコールバーグ・クラビス・ロバーツから5000万ドルの資金調達を受けたことは事業拡大の大きな後押しとなり、2017年には KLM ・オランダ航空など大手、旅行関連企業との提携が本格化。また、香港とバンコクに 現地法人を設立しアジア進出が進められた。ヨハネスは、チューリッヒ工科大学の人脈を使いエンジニアを拡充、同年10月、チューリッヒに技術センターを設置した。2018年4月、ブッキングホールディングスによる、ゲットユアガイド買収のオファーについて、ビジネスの方向の違いを理由に断ったことを明らかにした。2018年8月、 ゲットユアガイド自身が再興するオリジナルツアー、ゲターグイドオリジナルの実施をスタートした。2019年5月、ソフトバンクビジョンファンドの主導する投資ラウンドで約4億8400万ドルを調達した。2017年11月に日本語ウェブサイトが開設され、日本人旅行者を対象とするサービスがスタートした。翌2018年9月には、日本法人、 ゲットユアガイドジャパン株式会社が設立され、訪日外国人旅行を対象とする営業活動も強化された。東京にオフィスを持つ。日本を含む世界150カ国以上で5万件以上の旅先プランが掲載されており、博物館や宮殿など観光スポットの入場チケットや音声ガイド、現地ガイドツアーや日帰りオプショナルツアーの予約が可能となっている。 日本語や英語ガイドの有無、キャンセルの条件については事前に確認することができる。支払いは JCB を含むクレジットカードのほか、Apple Pay による決済も受け付けている。また、口コミによるツアーのレビュー評価を行うことができる。ありがとうございます。